ナタのアストラは、篠原健太による日本の漫画作品、及びこれを原作としたテレビアニメ作品。篠原にとって、スケットダンス以来となる2作目の連載作品。ウェブコミック配信サイト、少年ジャンプ2016年5月9日から2017年12月30日まで、連載された。毎週土曜日更新だったが、2016年8月6日、更新分より、 本編と4、コマを交互に掲載する、各種連載の形になった。SF であると同時に、宇宙船という閉鎖空間の中に視覚が、紛れ込んでいる、クローズドサークルというミステリー的な要素もあり、前作と全く経路の違う漫画を描こうと心に、決めたという作者の意向によって制作された。本作連載前の、少年ジャンプは、アクティブユーザー数が2015年9月をピークに、 減少し、2016年1月には後発の漫画1に抜かれるなど低迷期を迎えていた。しかし、本作と並んで、週末のハーレム、ファイヤーパンチなどの連載が始まった、少年ジャンプ新連載春の陣によって、少年ジャンプのアクティブユーザー数は110万から130万に上昇し、再び成長期を迎えた。これ以降、少年ジャンプの主軸は、 名実ともに、週刊少年ジャンプ電子版から、オリジナル作品へシフトし、後の、スパイファミリー、怪獣8号のヒットへと繋がっていく。連載開始直後の2016年5月、聞くじゃん。で、ボイスドラマ化された。また、連載終了後の2019年7月に、テレビアニメ化された。西暦2063年、大自然の中、 生徒だけで5日間を過ごすという惑星キャンプの目的地である惑星マクパでケアード高校の生徒たちが遭難する。謎のワープにより宇宙空間に投げ出された生徒たちは運よく宇宙船を発見して高校エネルギーは確保できたものの食料などが3日分しかなく帰還不能という絶望的状況に置かれる。しかし、 五千十二光年の彼方から母性まで五つの星を渡って食料を補給していく方法を考え出した主人公たちはメンバー全員が協力しながら様々な苦難を乗り越えていく。そして遭難事故を起こした犯人を見つけ、それを命じた黒幕を突き止める。無事に帰還したメンバーたちは遭難事故の裏にある陰謀をマスコミを通じて暴き、メンバーそれぞれが 人間的に成長を果たす。ケアード高校のアリエススプリングは惑星キャンプに出発するため、無作為に選ばれた班のメンバーと顔合わせをする。うち一人は宇宙港でひったくりから荷物を取り返してくれた彼方、星島であった。さらに、メンバーの一人キトリーラファエリの10歳の妹、フニシアが班への特別課題として同行することになり、総勢9名が、 教師の引率で9光年離れた惑星、マクパに送り届けられた。だが、マクパに到着し教師たちが引き返した直後、メンバーは謎の球体の襲撃を受け、次々と球体に飲み込まれて、宇宙空間に投げ出されてしまう。近くに浮遊していた宇宙船に逃げ込むことで一旦は、ことなきを得るが、飛ばされた先は5012光年離れた地点であった。メンバーの一人。 ザック・ウォーカーが宇宙船の操縦免許を持っており、航行は可能であることがわかるが、通信機器が故障しており、救助信号を送ることができず、さらに超高速航行でも期間に3ヶ月かかるのに、対して手持ちの食料、飲料水が3日分しかないため一度は絶望する。そんな中、3日以内に到達可能で、水、食料が補給可能な惑星を探索して、 水と食料を補充しながら次の惑星を目指すを繰り返すことで帰還できないかとアリエスが提案する。検索の結果、5つの惑星を経由することで帰還の可能性があるルートが発見され、一行はアストラゴをと名付けた宇宙船で旅を始める。第1の惑星ビラバースで一行はマクパで遭遇したものと同じ球体に再び襲われる。また、故障した。 通信機器を調べたザックは通信機器を故意に壊して連絡不能にした犯人がメンバーの中にいることを彼方に伝える。彼方はキトリーの疑惑、フニシアが児童養護施設に入所した夜に耳にした会話の断片から何者かがフニシアを含めた全員を一斉に殺処分しようとしているのだと推測し通信機器を壊した資格の存在をメンバーに明かした。 まとめて殺されるような共通点が思いつかず、メンバー同士は疑心暗鬼に陥る。しかし、協力してトラブルを乗り越えていく中でメンバーは、それぞれの抱える問題を打ち明け、仲間としての絆を強めていく。第四の惑星、イクリスで着陸地点を探査中、アストラゴーは崖に衝突して、航行不能になってしまう。帰還の望みが絶たれ。 イクリスで生きる覚悟を決めたメンバーは、食料と水の確保に走る。その探索の途中でフニシアラが偶然見つけたのは、アストラゴと同型の宇宙船であった。困惑しながら、船内の探索を進めた彼方たちは、稼働中の人工島民装置を発見し、その中から女性を救出する。ポリーナ・リビンスカヤと名乗る女性は、宇宙船、アーク6号の機関士だった。 ポリーナの話によると、アーク6号は別の惑星探査中にイクリスに不時着し、一チの望みにかけて人工島民装置に入ったのだという。アリエスの思いつきにより、アストラゴーとアーク6号の故障していないユニット同士をドッキングさせることで、航行可能になることが判明する。その後、ポリーナの何気ない言葉をきっかけに、全員の検査が行われることになった。検査の結果から、 カナタとザックは自分たち全員を一斉に殺処分しなければならない共通点と資格が送り込まれた理由を突き止める。さらに惑星、イクリスから飛び立つアストラ号ではアーク6号のブリッジにより使えるようになった宇宙望遠鏡にある惑星が映し出された。その映像に違和感を覚えたポリーナがメンバーに疑問をぶつけたことである事実が発覚する。メンバーとポリーナは 双方の持っている情報や知識を付き合わせるが、肝心なところで話が噛み合わない。そんな中で、アストラ号は、最後の惑星がレムに到着する。惑星を探査していた彼方はサンタビナゾの球体に、襲われる。危うく、ナムを逃れた彼方は、視覚の正体を推理し、他のメンバーの協力で罠にはめて、視覚をついに捉える。すべての真実が語られ、 一斉殺処分計画遂行の使命と仲間を大切に思う心との葛藤に苦しみ自殺を図ろうとするが自身を救おうとする彼方や仲間たちの説得によって生きる決意をし真実を明らかにすることを約束する。そうしてアストラ号は無事に帰還を果たしメンバーを殺そうとしていた者は逮捕され隠されていたアストラの秘密が国民全員に明かされた。 そして7年後、宇宙探検家になるという夢を叶えたカナダは、シャルスやザックと共に、宇宙船で、未知の惑星へと旅立っていった。声の甲で示す声優は、突起がない限りテレビアニメ版を示す。アリエスの養母エマ、シャルスの養母、ソフィ、ウルガーの亡きアニフィンを除いて、全員が醜いエゴイストであり、違法クローンの制作に手を染めた。ゲノム管理法案の可決により、 保身のために、親として、自分たちをしたうクローンの彼方たちの抹殺を企んだ。しかし、生還した彼方たちに告発されたため、クローン密造と一斉殺処分計画に関わった、オリジナルは全員逮捕された。唯一、ルーシーは悔い改めてユンファと和解した。当初から、週末のハーレム、ファイアパンチと並び注目されていたが、連載中は、両作のインパクトが強く、 口コミなどで評判が広まったのは主に連載終了後だった。2019年は少年ジャンプが飛躍した年であり、その象徴的な出来事として、左利きのエレンドラマ化やスパイファミリー連載開始などと並び、本作のアニメ化が挙げられた2019年7月から9月まで ATX、東京 MX 他にて放送された。第1話及び、 最終話は1時間枠で放送された。映画的な演出の一環として、シネマスコープを用いており、広く見通すシーンなどによっては撮影レンズを変更して撮影するような形で、意図的にワイドサイズに戻している。キトリー・ラファエリー役の黒沢友代による、ウェブラジオ、カナタのアストラ5102光年離れた宇宙からの、ラジオが、 2019年7月2日から10月22日まで、おと泉にて、各週火曜に配信。ありがとうございます。